こんにちは。何？ネット依存、スマホ依存。まあ依存するぐらい使いこなせてる人がいればいいんですけど、私はちょっと見たことないですよね。どちらかというと、なんか使いこなせてないから使う時間が長くなってるだけじゃないかなと思うんですよ。まあ、私はやっぱりこう、まあネットでね、暮らしを立ててますけども、驚くことをやってる時間って少ないんですよ。だから、どうなんですかね。そのデバイスにものすごく支配されちゃうってことになっちゃうと、ちょっと前の話ですけども、人はお金を使ってますけども、お金を使われてる人がほとんどだっていうのに結構似てるんじゃないかなと思うんですよ。なんかね、その、まあ、しまいには、まあ、私の場合だとネット全くなくても大丈夫にはなってるんですよね、もうすでに。だからその何、スマホがなくなって慌てることももうすでにないし、まあなんていうのかな、誰かからのコンタクトを必要としてないって言えばね、本当こう嫌われそうなんですけども誰とのコンタクトもいらないというね。だからコミュニケーションツールとしてのインターネットがいらないというところまで来てしまったりするんですけども、だからどちらかというと私は、誰にともなく自発的にこうやって YouTube をアップロードして、はっきり言って見る人一人もいなくてもやってると思うんですよ。で、発信する必要がないなと自分で感じたときはやらない。まあ当たり前ですけども。なんかこの通知が来たからいちいち開けるってこともないですね。まあこれは私の見解なんですけども。だから話を戻すとね、ネット依存、スマートフォン依存っていうふうな言葉を使う人に、じゃあ誰がって聞きたいですね。だから使いこなせてないから使う時間が長くなってるだけで、依存っていうのかな、それはとか思っちゃいますよね。で、私がね、何に一番依存してるかっていうと、まあパンツですね。なんか24時間履いてますね。これパンツ依存でしょ。ほとんどの人がパンツ依存じゃないですか。でもこれ依存って言わないですよね。なんかね、そのスマホ依存っていうのは、そういう言葉があるだけで、結局は使いこなせてない人が泣き言言ってるだけなんじゃないかなと思うんですよ、私はね。もっともっと、その本当に使いこなせていたら、すごく使う時間が短くて、たくさんのパフォーマンスが出せるのがそのネットとかスマホのいいとこなのに、なぜかねずっとそれに縛られちゃってるっていうかね、電波が来なかったら不安みたいなね。それはまあ依存というよりも、なんかやられちゃってるかなと、まあ、思いますね。まあけど誰がどのくらい使ってるのか私知らないんで誰かを名指ししてこいつは依存だとかいうのもね、なかなかないですね。だからなんかスマホ依存だっていう人がもしいるとしたら、誰かのことじっと見てんじゃないですか、こうやってずっと見といて、お前ずっとお前スマホやってるじゃないか、スマホ依存だみたいなね、いやお前俺依存じゃないかなんでそこまで見てんだよとかねなっちゃうんじゃないかなと思いますよね。まあそれでね、ちょっと話が大事なことになりますけども、なんでね思ってることが大事かっていうと、どうなりたい、ああなりたい、そうなりたい、こうなりたいって思うことがなぜ大事かっていうと、その人間の体って水でできてるんですよね。6割とか7割水でできてるわけなんですよ。で、考えることってのは脳波がそう作ってるんですよ。要するに波動です。その波動は体という水を通じて震えるんですよ。その振動が空間を振動させて、周りにいる人を振動させて、その振動が脳にその波で伝わるんですよ。だからずっと思ってるだけで、周りの人はそのようにね操作されてるんですよ。で、私は本当にそう思ってますね。これに気づいてからずっと強く念じるだけで、自分の思い通りの人生が手に入ると思って、まさに手に入ってるんですよね。思い通りにならなかったことって一つもないんですよ。まあ、こう聞くとね、またバカみたいなこと言ってるなと思いますけども、私ね死にたいと思ったこと一回もないんですよ。だから生きてるんですよでも私が強く死にたいと思ったら多分死ぬと思います。今この瞬間にも多分思わないんですよ。だからね、なんか今私が手にしてないものって本気で思ってないことであり、今私が手にしてるものって本気で思ってることなんですよ。それに尽きるんじゃないかなと思います。花龍馬さんに会いたいなと思ったら会えたでしょ。来てくんないかなと思ったら来てくれたでしょ。それは私の考えてる脳波が単なる振動じゃなくて、声というね、声という振動を伝えて、インターネットを通じて花龍馬さんの耳に振動で伝わって、脳を揺らして、お、行こうかなって思わせたからなんですよ。でも言葉を使わなくても実現することは結構多かったりしますね。なんか例えば当たらないかなと思ったら当たるとかね、外れないかなと思ったら外れるとかね。で、花井レモさん麻雀するでしょ。私裏ドラ欲しい時必ず乗るんですよ。まあもう麻雀やってないですけどね。だから負けるわけないですよね。
だから多分思いが足りないんじゃないかなと思うんですよ。麻雀ですらそうやって操作できるのに、多くの人は本気で思ってないし、願望はあるけども熱望してないんでしょうね。だからまあ思ってないっていう、脳を使ってないのかなと。感情でそう感じてるだけで、きちんと脳髄を使ってね、まあ、それこそテレパシーを送るみたいなことを本気で考えると、それは実現すると。それは5枚目の白さえ引けるみたいな感じがあると思いますよ。実はね、麻雀の話ですけども、5枚目の白の話今思い出してね、言いますよ。あのね、なんか白が暗冠されてないんですよ。でも私国士無双の白のテンパってて、その暗冠された時にテンパったんですよ。で、流局してテンパ入りをでももらおうかなと思ったら白積もったんですよ。不思議でしょ。なんかね、あの予備杯が入ってたらしいんですよね。手積みの時だったんですけども、それ高校の時ですね。で積もったわけですよ。白、あれ積もったんですよ。ごま、あるぞみたいな。そしたらなんかイカサマやってるやつがいて、白が紛れ込んでたらしいんですよ。でも私上がりましたんでね、発生優先だから100万もらいましたよ。でイカサマやってるやつが余計なんか後で怒られたみたいなことがありますけどね。イカサマ使って負けるとはどういうことだみたいなね。まあこれも私がどうしても上がりたいと思ったから、そういうふうな珍事が起きたんじゃないかなと思いますけどもね、今。だからそのなんていうの、白を暗冠されてもう上がれないやと思ったら、上がれないが実現するんですよ、きっと。まあこれはまあヨタ話ですけどね、はっきり言ってね、今思い出した、ということで、思ったことが実現するのは私だけかもしれませんけどもね、私だけだったら私はついてますよね。他の人は思っても実現しないのかもしれません。ついてるな俺。みたいなことでございます。では行ってらっしゃい。